カスペの妥協、カスペの妥協、スペイン語、コンプローミソでキャスプ、カタルーニャ語、コンプリマイズでキャスプは、1412年にカスペで成立したアラゴン王国、カタルーニャ君主国、バレンシア王国、これらはアラゴン連合王国を構成するの、各国代表による決議及びその後いないようのこと。これは1410年にバルセロナ家のアラゴン王マルティン一世が後継者を、 定めないままボツターとの空位を解消するためのもので、カスティーリ王子であったトラスタマラ家のフェルナンド一世が、後継者に選出された。当時のアラゴン連合王国には明確な王位、継承法が存在せず、継承者の決定は何らかの法律というよりは、慣習に基づいていた。また、判例法も存在していなかった。当時、アラゴンイコールカタルーニャにおける王位の継承はすべて、 長男、次男、長女、娘しかいない場合へと行われていた。しかし、それまでの継承履歴は、アラゴン王家の娘やその娘への継承より、男系相続が優先されていたことを示していた。例として、マルティン一世は、長系不安一世に、娘ビオランテがいたにもかかわらず、王位を継いでいる。しかし、過去の男子相続は11世紀後期、 ペトロニラ女王がナバラにいた姫の家の同族、ナバラ王、ガルシア・ラミレスらを差し置いて即位したことで、断絶していた。また、ペトロニラの息子アルフォンソ二世の王位継承によって、バルセロナ家が姫の家に代わるアラゴンの王家となり、カタルーニャとの同君連合はこの時に成立していた。JN ヒルガースはこう記述している。また、TN ビッソンはこう記述している。 有力な候補者は以下の人物であった。年齢は1410年末時点。アラゴン、バレンシア、カタルーニャの議会、または政府間の交渉は、新王に関わる様々な利害、貴族の派閥抗争、ウルジェイ博士寺社らの請求ぶり、そしてカスティーリャ王子、フェルナンドの軍艦賞などのため、困難を極めた。マルティン一世は孫であるファドリケを後継に、 望んでいたとされるが、所質であることが問題となった。ガンディア公アルフォンソが決闘では優位であったが、決定前に死去した。その後、マルティン一世に長官職を与えられ皇遇されていたウルジェイ博、ジャウマが本命候補となった。しかし彼はその先制的な政治姿勢が災いし、ジャナラリターでカタルーニャをないがしろにするものと警戒されていた。また、ベネディクトゥス十三世は、 イベリア半島へ自身の影響力を伸ばすとにカスティーリア王子フェルナンドを押していた。各国代表者として法律に精通した者たちが各3人ずつ任命され、1412年2月15日、アルカニス。彼らはサラゴサ近郊のカスペに集まって正当性視聴者らを吟味した。代表者は以下の人物たちである。1412年6月28日、 6票、アラゴン3票、バレンシア2票、カタルーニャ1票を獲得したカスティーリア王子フェルナンドが、フェルナンド一世として即位した。アラゴン王家、バルセロナ家の血を引いているとはいえ、3カ国の臣民は、外国人の王をいただくことを選択したことになる。それには、投票で選ばれた王ならば、各国の自治制度、3カ国とも独自の法体系を持っていた王。 尊重するに違いないという期待が働いていた。その期待は、結果的には、フェルナンド一世の後継者たちによって裏切られることになる。バルセロナ家の別系統が治めていたシチリア王国は、1377年に、フェデリーコ・三世紀の死により、男系男子が絶えた後、1392年に、マルティン一世、母レオノールは、フェデリーコ・三世紀の姉と、息子の若マルイン。 マルティン一世のイボアネ・コンスタンサとフェデリーコ三世の娘マリア女王と結婚によって征服されていたが、マルティン一世の死後は在地の貴族たちが内紛によって消耗していた。そのため、2年間の空位を経た後もアラゴン王に対抗する余力がなく、翌1413年にカターニアの議会でフェルナンド一世をシチリア王として承認した。カスペの妥協によって、 王位請求権の問題は、完全に決着したわけではなかった。有力候補でありながら、王位を得られなかったウルジェイ・ハク・ジャウマ二世は直ちに、兵を挙げたが、フェルナンド一世に敗れ、翌1413年から二十年間優秀のみとなってそのまま死去し、これによりバルセロナ家の成着の男系男子は耐えた。その間、四百十六年に、フェルナンド一世の長男アルフォンソ五世が王位を 継承している。また、1458年に、アルフォンソ5世の後を継いだ弟フアン2世に対して起こった、カタルーニャの内乱が1462年から1472年まで続く間に、対立王として、フアン2世の老いである、カスティーリャ・オーエンディ4世、ウルジェーハク・ジャウマ2世の外孫で、ポルトガル王族のペドロ・デ・コインブラ、ルイ3世、ダンュ獣の弟、ルネ・ダンュ獣が、 次々とバルセロナ博に選ばれた彼らはアラゴンをも称したが、バレンシア王位はファン二世が終始保っていた。ルイ三世、ルネ兄弟との間では、他にもアルフォンソ五世がナポリ王位の継承権を争い、1442年に獲得を果たしている。なお、若マルティンの五歳であったナバラ王女ブランカがファン二世の最初の妻となっており、 ファンのアラゴンを王位継承以前の1425年に共同でナバラ王位を継承している。1479年にアラゴン王位を継いだファン2世の息子フェルナンド2世はすでに1474年に妻イサベル1世と共にカスティーリャ王位についており、これによってアラゴン連合王国とカスティーリャ連合が新たに成立しスペイン王国へと統合されていくことになる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。